いいしょ。はい、皆さんこんにちは、アイリスです。今日はアイリスの簡単中国語講座です。今日は日常でよく使う、単語を皆さんにレクチャーしたいと思います。最初はファッション編です。ですか。はい、とりあえず場所の名前を皆さんに、レクチャーしたいと思います。今日はちょっといつもと違って皆さんとゲームしながら勉強しようかなと思います。中国語の答えと発音を言いながら一緒にヒントも同じタイミングで出して、どんな場所なのか皆さんよく考えてゲスしてください。それでは一緒にゲーム始まりましょう。レッツゴー。最初は机场。机场。机场。空港。机场。机场。厕所。厕所，厕所。可以的。厕所，厕所。楼梯，楼梯，楼梯。階段。楼梯，楼梯。入口，入口，入口。入り口，入口，入口。出口。出口，出口。那个字，出口，出口。咖啡厅，咖啡厅，咖啡厅。咖啡厅，咖啡厅，餐厅，餐厅，餐厅 ，restaurant， 餐厅，餐厅，警察局。警察局，警察局，警察署，警察局，警察局，超市，超市，超市 ，super， 超市。超市，商场，商场，商场，デパート，商场，商场。はい、ということで今日は場所の単語を覚えましたか？じゃあまた次回もよろしくお願いします。何が勉強したいならぜひね、コメント欄にコメントして、伝えてください。それではまたね。バイバイ。再见。 Love you。